島に勝たんよはい、どうもこんにちは、高橋です。今日も元気に行きましょう。イエーす今日ちょっと待って、はい、よく今日この間長い間撮影した後にそれ出せる結構撮ってたよ今日。いやもう結構正直今すっごい軽いと思うんですよ今日ね。重いんです。どうしたどうした、怖い怖い怖い重いんですけど、でもやっぱりね、うん、この企画前も言ったと思います、はい、勢いが大事そこはやっぱり頑張ろうということでございますよ。振り絞ったわけさ、やっぱ楽しいものをお届けしようと思いますね。楽しんでいただければ、はいはい、はい、ストレートいきましょう。お願いします。はい、はい、じゃあ行きまーす。はい、僕の知恵つながら答えさせていただきます。よろしくお願いします。はい、若旦那世界のさん。若旦那世界のさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、最近、はい、1個目の質問が、うん、面白い質問&ノリツッコミコーナーになっているので、はい、真面目な質問をします。はいはい、イワンコフだった高橋さんはいつから高橋さんと名乗るようになったんですか？芸名ですか？革命軍が日本にも潜伏しているってことですか？本編に関わる重要な伏線だと思うので回答お願いします。待ってくださいね。最初の文章は言わん違う拍手じゃない拍手じゃない、違う違う、ね、すげー書いてくれてんじゃん。すげー書いてくれたのよ。ちげんだよ、まずこれは取り上げないといけないと思ってね。イワンコフで元がイワンコフでタカシと名乗って逆なんだよ名乗ってもねえし、イワンコフと違うんすか。違えんだよ。革命軍が日本にも潜伏してるってことですか？潜伏してねえよ。あ、違うんすか。俺に普通の一般人だよ。あの、本編に関わる重要な伏線だと思う。じゃねえよ。違うんすか。違えよ。タカシだし、イワンコフじゃねえから。そうなんですか。タカシいても別に重要な伏線じゃないし。違うんすね。違うよ。違うってはっきり、はい、まあ、知らない人もいっぱいいるから。言ったよ、はっきりと。違うって一番でかいよ、今まで言った違うの中で、俺の中で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。しっかりとみんな面白いのにくれてるわけ。ちゃんとくれるんですよ、みんなこういうの書いてくれるんです。ありがたいですよ。盛り上げてくれてありがとうございます普通してくれないんですよ、この人は確かに、はい、はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。次の質問です。はい、シューレイヤさん。シューレイヤさん、ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、質問です。はい、これ木でって読むんですかね、うん、あの既存の木に出るので、木質木質だ気質を木でって言うの。木でして読んでた。いや、木でって読んでた。気質、気質でやってる。気質、木でとは読まないですね。気質だったらすみませんね、はい、ちょっと難しい言葉を使われる方です、ね、いやいや難しくないよ、気質はそんな難しくない。あんま俺も使うとこないだと思って。気質って言うよ、まあ、すみませんと、はいはい、イーストブルーから他の海、うん、ノース、サウス、ウエストに行くにはどうすれば行けるんですか、はいはいはい、という質問でございます、はい。え、これは出てなかったかな、まあ似たようなのがだから、うん、あったかもしれないですけど、うんうん、出てなかったんじゃないかな、うん、この、うん、あれだよね、とりあえずあの政府の船に乗ってれば、うん、いわゆるカームベルトを横断できますから、うんうん、だからあの繋がってる海、グランドラインを介してる海に関してはそれでいけるよね。なるほど。通常の人たちで行ったらね。なるほど。で、多分そういう航行の船があるんじゃないかな。あれ、そのさ、一般のってありましたっけ。いや、多分、いや、基本海軍の軍艦は、うん、あの回路席使ってるから、うん、気配では気づかれないと、うん、カームベルトに。カームベルトさんには、カームベルトさんすごい海王類がいっぱいいんだっけ。カームベルトにさん付けつけなくていいと思う、多分海王類がいっぱいいんだ。海王類がいっぱいいます。しかも大型の。そうすると要は食われちゃうんだよね。食われちゃう。普通の船だったらもう気づかれるわけよ、うん、何やバクンって気づかれちゃう、はいはい、だから普通はいけないんだけど、はい、でもあの回廊石の軍艦の下にね、回廊石が埋まってれば、うんうんうん、海と一緒だから気配は気づかれる。ああ、バレないんだ。ただ、うん、視覚的には気づかれるから。だから別に危険は危険よ。ああ、危険は危険だけど。そうそうそう。ああ、なるほどね。そうそうそう。で、別に行き来ができると思う。だからグランドラインも横断するからね、だから。ただ、レッドラインに関しては、うん、あのレッドラインに関しては出たよね、多分ね。いや、船を乗り換える。うん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 、うん、で、マリージョアを上を行く、はいはい、っていうことが基本なんじゃないですかね。なるほど、うんうん、じゃレッドラインはまあ、わかんないけど、一応壁かもしれんと、うん、要は。あ、レッドラインは壁よ。あ、それ分かった。分かんないかもしれない。レッド、それ何回も話してる。レッドラインは壁です。壁がめちゃくちゃすごい壁です。で、グランドラインはこうなってんだよね。そう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 。で、グランドラインをこう移行すると、そのカーンベルト。そう、カーンベルトとグランドラインを横切らないといけない。あー、なるほど。で、絶対だからそれを突破できるのは海軍の船なんだ。そう、基本的にはね。なるほど。そう、今のは基本の話ですから、はい、一般論でね。そうそうそう、その世界のね。そうそうそう、はい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 、なるほどね。そうで、あともちろん特殊な方法とかあるんだけど、泳いでいくとかレイリーは途中でね、うん、
途中でカーブベルト横断っていうかこぐらいのことしてるからね、レディオ。そっか、まあ強ければいけるってことだって、シケで船が潰れてって言って鳴ヶ島にたどり着いてるから、カーブベルトにシケはないわけよ、嵐は絶対ないの、風がないから、凪の海って書いてなのに泳いできたの、泳いできたどう、何キロ泳いできたの、めっちゃ強いレイリーすげえよ、そういうことね、そうそうそう、だからそういうことで、基本的にはそのだもしかしたら青生地とか凍らせながら、あ、そうだね、だからその青生地に関してはあの青チャリ、青チャリってあれチャリですよ、はいはいはい、で、そのね、オートと埋めようって言ったりして、ね、行くで、その各々のね、渡る方がいろいろある、なるほどね、そうそう、はい、基本的にはその海軍の、うんうん、民間のってあったっけ、ごめんなさい、抜けちゃってるな、だから基本的には、うん、あのレッドラインの上は、うん、民間は、うん、その許可を出してみたいな、うん、マリージョの泳ぎ申請を出してっていうのはあったけど、うん、その何グランドライン横切ってみたいなのがね、うん、ごめんなさい抜けちゃってますね、そこただでも基本的にはその僕はそういう認識でいた、申請がいるんだよね、で海賊とかは下を越えて、そう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 、申請は降りないから海賊なんだから降りないから、うんうんうん、でグランドラインの後半が申請がだよね、うん、そうだよ、はいはい、ちょっと分かってきたかな、だんだんとここまでがグランドラインかと思ってたから、ね、半分が、あ、違う違う違う、全部グランドライン、全部グランドライン で、ただ後半が新世界って呼ばれてる、呼ばれてるだけ、あだ名だね、あだ名、あだ名、あだ名、グランドラインはグランドラインはバーンってなったんだよね、前半は言ったらパラダイスって呼ばれてる、言われたんだよね、あそこでね、そうそうそう、キットのあれでね、そうそうそう、はいはい、そういうことで、はい、ざっくりとですがそんな感じだと思います、はい、あーすげえ、今日ここだここだ、この部屋なんだ、いや、わかったわかった、もういいもういいもういい、この部屋はなんで止めるの拍手を、違う違う、この部屋はすごいんだって、何が、元バスケ部の拍手すごいこの部屋はやんなかったこう拍手、いやだからもう何回もやってるからそのくだりも習ってないから俺は、そっかそっか、はいはい、まあでもこれはね、なんかいい質問じゃないですか、うん、あんまり意外と、うん、意外だ、多分ね、うん、あれそれ SBS でなんかあったよね、民間のでもまあありそうだけどね、いやでも、いや、あのだって軍艦作るのにあれ1億かかりますから、1億だっけ10億だっけそうなんだ、あの結構かかるんですよ、そっか、じゃあもしかしたら貴族は乗れるかもしれないね、そうだから、あの結局回廊石が、ね、あの下になきゃ、うん、マジで危険は危険だから、そう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 、あっても危険なんだもんね、そうそう言うてね、そうそうなるほどね、海軍はそうやってやってるから、はーい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後の質問でーす、はい、ホーンフィールドやすしひじりさん、すげえ名前ホーンフィールドやすしひじりさん、ひじりさん、ひじりさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、懸賞金の額の上がる基準がよくわからないので教えてください、うん、という質問でございます、これは直近でも SBS でね、その、うん、まあ、付随する内容が確かあった気がしますね、うん、はいはいはい、うん、まあ基本的に事件を起こしたら上がりますと、なるほど、悪いことしたら、悪いことしたら上がりますと、要は海賊だってもう名乗ってて、はい、そしたらまあなんか事件を起こしたらね、はい、上がりますよと、はい、本当に麦わらの一味を見てればまあ基本的にはああいう上がり方なんじゃないのかなっていうのは、はい、まあそれが基本なんじゃないですかね、はい、まあ例えばアーロン倒した、はい、2000万のやつを倒した、はい、じゃあそれは3000万だとかね、そう気づかれるわけね、そうそう、ざっくり、いやそれはね、だってあそこはネズミもいたから、あれは海軍が気づくの？ん？あ、まあ海軍が気づくっていうか、そう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 、そうだよね、そうだ、別に知らずとして倒されて、知れずとして何も誰にも知られなかったらそれは気づかないそりゃそっか、やっぱ誰かに気づかれるんだね、そうそうそう、バレるんだね、それは七部会倒しちゃったらさ、うん、気づくか、いやそれ気づくじゃん、そりゃそうだよな、そうそうそう七部会政府と繋がってるんだ、あと、政府と繋がってる連中、うん、あのアーロン倒した時もちろんネズミがさ、うん、お前ら覚えとけよってすごいことになるからなって、うん、むしろだって海軍に倒したことがバレてますからね、うん、バレてるから上がって、そうそうそう、で上がります、あれあそこで初めて、あそこで初めて3000万、3000万が初めて、あ、そっかそっか、アーロン倒して初めて、なんでだろうね、海賊倒してなんで上がるんだろうね、うん、だから脅威として感じるじゃん、そっか、でもじゃあ、うん、俺は海賊じゃないヒーローだぞって言えば、うん、だって海賊旗掲げてなきゃ海賊じゃないんだ、あーそっか、海賊旗掲げてます、あーで海賊が倒しました、そういうことか、いやお前海賊じゃあやべえやつだな、そっか、アーロンを倒せるぐらいやべえやつだな、あーそういうことか、あとまたもしかしたらあそこに関してはネズミの心情もあるかもしれないけど、うんうんうん、だから僕はじゃあ完全にもう海賊じゃないですと、だから賞金稼ぎはそうでしょ、あ、そういるもんか、うんうん、いるわ、言うたらだ、ジョニーという人がそうだから、バウンティーなんとかな、そうそうそう、バウンティーなんとか、まあ、なんとかいるな、そうか、あいつらは海賊じゃないから倒せば賞金をもらえる、そういう政府には首を持っていくわけ、そっか、デッド・オア・アライブ、死んでようか生きてようか関係ありません、で基本的には手配書にデッド・オア・アライブって書いてあるんですから、打ち取って持ってくれやお金あげますよっていうのが賞金首だ、なるほど、ね、基本的にはその3000万次ってどこだった、次は1億だね、あのクロコダイル倒した時、それもバレちゃった、そこはだってもうタシギもスモコもいたじゃん、あそこ現場に、あそっか、ではもうあいつら知ってるから、あそっか、でもウェアの一面に打破されたって言ってんだけど、スモーカーに
手柄をお前の手柄にしちゃって、おい聞いてんのかなしようってバケッてクソ食らえってなってね。あそこでも相撲界がもちろん知ってるから、それはまあ行くよね、情報が。1億すぐバレちゃうね、ルフィは。で、NS ロビーなんて絶対バレんじゃん。3億になった時ね。そこで、で、あそこでロビーのところで3億。そうそう、NS ロビーでルッチ倒して3億だね、うん、もうだってバスターコールから逃げてるぐらいですから、すぐバレちゃうじゃん。それはバレるよね。その次が、その次がだから4億になってるんだけど、4億は2年5あといや、あの修行中に4億とか、勝手に勝手に4億。でもその時は生きてるかどうかも分かってなかった。分かってなかった。で4億になってる。4億になってる。で出てきて4億、出てきて4億で、で次5億で。それ5億いつ？5億はアレジェンドフラミンゴでしょ。あ嘘つ、あ嘘、ドフラミンゴ。あ、ミンゴ倒して5億だったんだ。そうだよ。まだ、うん、だってもともとドラミンゴは元3億4千万ですから。あ、そうなんだ。そうそう、もともとね、うん、ミンゴ3億4千万なの？元だよ。だから七部会っていうのは元だから。あ、そっかそっか。いや、入りましたって時に止まるから。あ、そっか。だから今はもしかしたら行ってるかもしれない。もうちょっと7億ぐらい行ってるから。行ってるかもしれない。7、8億ぐらいかなみたいな。行ってるかもしれない。あ、そっかそっか。で、さえもう肩栗ですよ。そこを倒して15億。あれはもうモルガンズが知ってるからね。あ、モルガンズで一気に跳ねすぎじゃない？いやでも4校の幹部で10億5700万倒してれば、それはそうでしょ、うん、そうなっちゃう。だってビッグマムのとこに仕掛けていってホールケーキシャトぶっ壊してる。いや、ビッグマムの一番の城をぶっ壊して、まあ、そうか、なるか。で、一番強い幹部を倒してるわけ、まあ、てか、むしろ幹部2人倒してるから。そうか、まああれは妥当だと思うよ俺は。そういうことか、うん、で、で、なんで上がるかというと、それで事件を起こしてるとか、うん、で、あとキットの時に言ったけど、あと民間に攻撃してると、うん、より上がりやすい凶悪犯だ。そうで、キットはあの2年前シャボンディ諸島来た時に3億1500万、3億315なんで、3億1500万なんですよ。で、ルフィよりちょっと高いね、うん、ただそれは民間に手を出してるから。なるほど。だただの実力じゃないよ、危険度だよっていう。あ、ちょっと悪いタイプだね、きっと。悪いでしょあいつはね、きっと悪いタイプ、ね、だから自分をバカにしたやつら全員もうさ、やっちゃうタイプ、やっちゃうタイプで、それ言ってるもんね本編で。そっか、そう、あの新世界、あの何、ワンピースっていう言葉を出したらバカにされてきたやつ全員ひねりつぶしてきたからね、言ってるし。だそういうこと多分民間でも言われたんじゃない。あ、言われた。噂を聞いたら多分ブワーってやってんじゃないかな、きっとに関しては。なるほど、ね、だからその民間人に対する危害も踏まえると上がりやすい、うん、それも上がる基準の一つ。なるほどね。で、あと最新、あれ何巻だったかな、最新 の、うん、あの新しい目の巻では、うん、幹部、うん、幹部の上がる基準、うん、いや幹部はどうやって上がるんですかって確か SBS もあって、それに関しては、うん、いや船長が上がれば上がりますよっていうざっくりその小田さんもここやった。だからあの本当に幹部だから気づいたら上がってって、実は弱いパターンも多分あるんだろうけど。嘘みたいね。あ、そう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 。でも嘘っぱは強いから。あ、うん、まあね、逆をしかり、そのあれ、ウソップって何億だっけ。ウソップは2億ですね。2億でしょ、うん、ウソップは2億、ゴッドウソップ2億です。あ、そっか、そうそう、あ、そっか。ただドフラミンゴの時あれ 5億の研修にかけられたからね。あ、トリカゴの時は、トリカゴの時は5億かけられたけど、あれはあの今の研修期は2億です。なるほどね、うん、でかけられてるから、ね、なるほど。ナミとかもそうじゃん。ナミ1600万が6600万に上がってるから、うん、ドフラミンゴの事件の時に、うん、ああそうだ、そうそうそう。だから船長、どういう基準かはまあ明確にはだからないよね。うん、政府の目をつけたかどうかぐらいだと思う。危険度みたいな。危険度、危険度、うん、で船長が上がれば船員も上がる。なるほど、うんうん、っていうことだと思います。ざっくり、ちょっと今すごいざっくりなんですけど、うん、だから明確なこれをしたからいくら、うん、これをしたからいくらとかは多分ないと思う、うん、だからあの偉い人たちが、いや、あのブランニュー順調かな、うん、基本的にブランニューがいつもそういう話してるよね、うん、七部会の人がさ、あのデコハゲのこういう人、うん、サングラスの人がいるんですけど、うん、ブランニュー順調って人が大抵あの会議してるよね、うん、あそこでね、なるほどね、そうそう、でそこでやっぱ会議によって決まるんだろうね、だから、うん、そんな感じだと思います。ちょっとごめんなさい、口頭なんで、ね、はい、ぜひぜひ細かれば、はい、いただけると助かります、はい、そんな感じだと思います。ありがとうございます。もういい、大丈夫、ありがとうございます。いや、よかったから。いや、よかった、いや、何よ、いや、すごいですよ、何、すごい、ここがすごいんだって。あ、響く、ブームのこのスタジオはすごいんだこっちは響くんだね、もう真四角だ、あっちは大丈夫だけど、あ、そう、あっちは響かないんだけどここすごいんだって。はい、はい、そんな感じだと思います。はい、ありがとうございました。はい、ワンピースって楽しいね。聞いたよ。自分でも分かったでしょ。楽しいね。ギーン。部屋がギーン。はい。はい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。先生、チャンネル登録やグッドボタンお願いします。明日も楽しもう。またね。部屋がギーン。前向いて。ワンツースリーフォー。全力で真っ直ぐに